広坂正美のおすすめ RC ショップ。ラジコン天国名古屋店まさみチャンネルオンザトーン。そのごめんちょっと話変わるんだ。その奥にあるその箱何？見慣れぬキットのらしくこれ、ね、キットらしい箱が。ちょうど今回ねこのうちの輸入元からおキット新しいキット。うん新しいキット、ね。サンプルキット。そうサンプルでこれどうだって言って送ってきてくれた。あそれは例のミッドの。前の RGT のミッド版出たこれですよ、ね、僕が気にしてたの。そうあれそれやっぱり完成してるの。完成してるね。これはどっちか言って渡しようかな。あれでもそれ結構いいパーツついてない？まだおまけがついてるよちゃんと。ロファンマウントでしょそれ。うんまあこれアルミで一緒よね。モーターマウントは同じよねこれね。マウントサスマウントもアルミっぽいけどそれ安いの？うんこれ値段は安いみたいよ。まだ決まってないけど多分2万円は切って売れるんじゃないかな。2万円切って売れるの？あれそれ今箱から出してきたそのまま箱に入ってる。初めてこれ手に取ってタイヤもついてんの？あそうそうタイヤついてる。前の RGT はホイールはあったけどタイヤなかったけどね。ノーブランドでも接着までしてあるよ。接着してあるの？あすごいね。それはちょっと今度一緒にやってみようよ。うん、これあのこの間の RGT の私のメカを積んで出してみようか。積める？うん。やってみようやってみよう。それ売るの？どうよかったかね。ちょっとまさみよかったらいいって言ったら。あ、僕テスターかいな。うん、テストしてよ。俺もやるけど。ああ、やる。じゃあもうやる前からなんか走りそうやけど、やります。これ、多分パーツは RGT のパーツ使えるね。アームとか樹脂関係はこっちはないけど。アームはカーボンじゃなくて樹脂なのね。樹脂ね。で、ダンパーもスタンダードスタイルのダンパー。これも前と同じ。長さどう？ダンパーの長さ。あ、ちょっと違うね。短い。ショートになってるね。ショートついてんの？そのバッテリーの。これ簡単だし、いいよね。こっちにもこれ使いたいね。使えないの？それは。さあ使えるんちゃうかな。なんとなく、うん、使えそうな雰囲気ね。フロントはデフ？ソリッド？フロントソリッドね。ソリッドで。本当もデブしてほしかったけどね。前も RGT の時まさかと思うけど一応確認するけどフロントダブルジョイントなんかついてないよね。それはないね。さすがにシングルですね。うん、アッパーデッキはなんとダブルじゃないですか。うん一緒ツーピースちょっとそのステアリングの取り回しが違うんだよね。下から取ってるね、うん、スタンダードこれ前の RGT と一緒よね。名前が違うし。そうそう、それの名前は R3G。 それメーカーは知らん。これ同じとこから仕入れてるの？同じ仕入れてるのが一緒で代理店やからね。総元は一緒かな。うん、SNRC あ、じゃあ一緒やね、オプトとね。あ、サーボ本ます、ね、サーボ本が2個、うん、サーボ本が2個ついている。こっちが双葉用で、これ双葉用しかなかったのに進化してますね。うん、2種類ついてるってことね、多分。ネジも結構スペアネジあるし、ピニオンもついてるし。以前の車のパーツも使えるっていうのがいいね。模型の業界で
液体でこういうの売ってるのって多分ユルギックスだけだと思います。何それ。これ商品名がコロナ対策お出かけセットっていう商品で、いいね。これとマスク、うん、しっかりしたマスクが2枚ついてセットで売られてる、使ってみて。はい、やらせよう。下からでもいいけど、絶対上からの方がやりやすいと思う。階段転がんといてよ。あ、ちょっともうちょっと前車やって、危ない。 OKOK R3G シェイクダウン。え、まあまあちょっとぶつけたら壊れるから、まずまずこれでコース覚えてる。いや、ラジコン天国名古屋のコースを舐めたらあかんで。じゃあピットイン、ピットイン、ストップ。おい、一瞬のミス。なんか今このスピードでぶつけたなかった。スピード遅い、遅い。スピード遅いじゃないって。大丈夫か？一気に上げたけど。50まで行ったけど。走れる？ああ、結構うまいもんやね。これ箱出しそのまま。スピードは50です。何ターンついてたっけ？17.5。17.5。ノンブーストの 50% のスピード。もうちょっと上げられそうやね。自分あれば何言うたね。ストレートこの塗りを当てた、当てた、当てたげたんか、当てたんか、当たった、当たった抜けようと思ったな。うま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 、当たらへんから全然面白いね。タイヤもいけるね。避けて避けて、タイヤもね、いけるね。開催って。こんなうまく避けた。いってもうね、鉄やからね、壊れてない。当たり方もお前さ、直線いるから気をつけて。さあ、うまく避けられるか。ここに車がいる。あ、そんなに使ってる。おー、うまい。まあ、これもやっぱりね、操縦台の遠いでしょ、大きいでしょ。そうする。手首、手首が高いから。出たー。はい、得意の操縦台に文句言う人。行くで、62。これ早いで、これは早いで。知らんで。壊したら自分で直してや。帰るの、来たばっかり。走れるもんやね、早い方。ちなみにブレーキないからね。下に下げたらバック入るから。いや、ブレーキは強っか。どっちにしても、うん、危ない。もう普通に走るには全く問題ない。ちょっと上級者にやらせてみて。走ってもらえない。面白い。こういう時は一番面白いんだな。あんまりないからね。誰に言うてんの。お金払ってもう大きく仕上げてよ。はいはい、時間切れ。これでちょっと待って、ちょっと待って。あ、昇進に違う。あれ、これや。そうだと思いました。はい、こっちです。昇進機はあれ、待ってる、待ってる。受け狙いですよ。はい、今度は先生が操縦します。どっちがうまいかな。おお、あ、これは走るわ。ひょっとしてスピードあるかな。そりゃそうでしょ。なんかすごいね、これ。ちょっとおじさんにうまいから。え、
くるっと切るんだ、待って、これちょっと待って、もっとスピード上げろ、これ100で全然いけるわ、早いよな、これも100で走るぞ、これフロントフリット、フリット、うん、うわー、これ走るわ、すごいこれ、タイヤはね、合ってない合ってない、合ってないけど、うん、ちゃんと、ローマのタイヤで、こんなに合ってたら、いいやん、いいやん、すごい走りやすい、このタイヤ、いや、スポーツじゃなくて練習するじゃないか、この親父との差をタイムで見つけたかったな、いやいや、あんまり変わらへん、あんまり変わらへんよね、スピードだけやね、スピード速いから当然タイムは速いけど、多分タイムね、ボロ取りは違うんですけどね、うん、コース取りは大して変わらんね、いいとこ見せてよ、変わらんところを見せてあげる、衝撃吸収テスト。両方する。これはちょっと、なんていうの、お世辞抜きで。これ2万円このフルの100でも走れるもんね。やっぱりスピンしないっていうのはいいよね。これなんかRG3 やったっけ、この辺は。R3G の宣伝ビデオみたいになってるけど、これもうあれ入れるの？ああ、いいですよ、ね。いけそう。あとはこれぶつかってどれぐらい強いかっていうのがちょっと気になるところやけど、強いかな。今取りたかったな。いいクラッシュしたよね。いや面白くないな、こんなうまく走ると。もうちょっと僕のイメージでは多分、車高くてさ、ほとんど変わらないんですよ、あれさっきと、あ、僕と調子くない、多分似てると思った、来ましたね、やっぱりラップカウンターつけとくべきやったな、あー、お疲れ様、気をつけて気をつけて、どうもいいクラッシュしたね、また、おおおおえ見えてるの、え結構強いね、強いね、怖さんといてな、速いね、スピード置いてすぎて、バーッとこうパニックしてやるんですけど、何やったっけ、さっき何やったっけ、コメント言ってたよね、何やったっけ、滑らへんって言ったよね、そう、走りがソフトって言ったよね、ソフトって言ったよね、ソフトっていうのはクイックじゃないってこと、左カーブの前に右に一回切るのはどういうの？ちょうどこの辺だ、お時間が来ましたのでそろそろストップしましょう、もう時間だ、早いね、10分が、うん、ちょっとピットに戻ってちょっと車見ましょう、そうね、10回当たったわ、まあ、そんなにすごいクラッシュはなかったけど、どこも遜色はないキット以外にかかる費用が結構あるんだよね、タイヤとかボディとか聞いてるかね、まあ、ほとんど変わらないよね、みんな、何がレイアウトとかね、パーツは共通パーツが多いですね、共通パーツね、高級感あるじゃない、だからこれとこれと同じ値段って言ったら大体みんなこっち取るよね、早速問い合わせまさみが壊さなかったんで大丈夫です、僕かすりもしてないからね、フェンスすみません、言おうとしてた10回ぐらい言おうとしてたの、おやじさんですからね